マダンの王とイクサ姫は、川口氏による日本のライトノベル。イラストは、第8巻までは、吉しが、第9巻以降は、片桐日野田が担当。角川メディアファクトリー MF 文庫 J 館、全18巻。2018年6月時点で、シリーズ累計発行部数は230万部を記録している。柳井信彦による漫画版が、 月刊コミックフラッパー2011年11月号より2016年9月号まで連載された。全10巻。2018年9月よりパラレルワールドを描いたマダンの王と遠さざ波の雪姫が集営者ダッシュ X 文庫より観光。イラストは宮月五日が担当。カカオによるマダンの王と遠さざ波の雪姫の序章のコミカライズが水曜日はまったり、 ダッシュ X コミックにて連載。2020年10月より、同サイトにて、トヨ読み欄による同作のコミカライズが連載されている。2019年9月より、マダンシリーズの世界観を描いた、マダンの王と聖泉の総門券、マダンの王とカルンウェナンが、集英社、ダッシュ X 文庫より観光。原作は、川口氏、著者は、瀬尾ツさイラストは、 や坂湊みなとが担当。2020年9月より、マスハスローダの青年期を描いた、ヤングマスハス伝法等騎士と、小粋な怪盗マダンの王外伝が、集英社、ダッシュ X 文庫より刊行。原作は、川口氏、著者は、立花パン、イラストは白谷小中が担当。ブリューヌ王国とジスタート王国が、両国の国境にある、 ディナント平原で激突したディナントの戦いは、当初のブリューヌ王国の圧倒的な勝利という予想を大きく覆し、ジスタート王国にいる七千0目の一人、銀線の風姫こと、エレオノーラビルターリア率いるジスタートの勝利で終戦。ブリューヌ王国の白尺くらいの貴族の少年、ティグルブルムドボルンは、味方の逃亡を手助けするために、エレンを撃ち取ろうとする者の,の失敗、彼女の捕虜となる。 出会う、はずのなかった二人の出会いが、ブリューヌと、ジスタートのみならず、周辺の国々を巻き込み後の世に語り継がれるほどの、英雄団の始まりになるとは、まだ誰も知る良しもなかった。主人公七千姫アルサス銀の流星群、月光の騎士群、テナルディエ家関係者ガヌロン家関係者騎士団、ライトメリッツ広告オルミュッツ広告レグニーザァ広告、 ルブーシュ広告その他本作の地理に関しては、巻冒頭の地図、またはアニメ公式サイトを参照のこと。本作に登場する地名のいくつかは、中央、東欧に実在したものと同一である。2014年10月より12月まで放送された。ナレーションは、小杉十郎太が担当。原作における、ブリューヌ内ンチ地ン集までを、アニメ化。 ただしバーバヤガーをはじめとする魔物の設定が大幅に削られているほか、公式サイトで紹介されているオルガタムの本格的な登場は描かれなかった。ティグルトリムのマダンラジオは、2014年9月30日から2015年1月20日まで、響きラジオステーションにて配信されていた、ウェブラジオ番組。毎週火曜日更新。パーソナリティは、石川海人、井口優香。 ティグルくんとバナディーチュは、2014年10月10日より公式サイトで公開されている2分半ほどのミニキャラ劇場。毎週金曜公開で、公開期間は2週間。10月3日にはイントロダクションにあたる大令和が公開されている。ティグルやエレンなどの登場人物が2.5等身のキャラで登場するが、作中随所に宮彦のイラストが挿入される。 YouTube に投稿された形でアップデートされており、公式サイトのコーナー内にはめ込まれている。この作品の中では、コメディタッチで進行しているだけでなく、アニメでは救いきれなかった原作のエピソードを盛り込まれる。なお、この作品は BDDVD の各監督展に収録されることになっている。スタッフ家具はリストサテライト並びにゲームゲートが、 スマートフォン版モバゲーにて2015年1月21日に、スマートフォン版グリーにて2015年9月29日に、ソーシャルゲームを提供した。ありがとうございます。